はい、皆さんこんにちは。木曜日7限8限の授業、アントレプレナーの戦略的思考、今日はいよいよ第7回目となります。で、今日のテーマはですね、イノベーション、革新の特性という意味で、そもそもなんでイノベーションとは起きるのかといいますか、そもそもイノベーションの本当の困難さは何かというテーマを、今日はゲスト講師の穂積さんを招いてお話をしたいと思います。で、最初にですね、今日のちょっとイノベーションの話をする前に、どうして私たちのこの人類のイノベーションが難しいのかというと、このいくつかの例2つをご紹介したいんですけども、1865年、歴史でいくと江戸幕府がついている頃に、イギリスで赤旗法というのが制定されています。で、赤旗法って聞いたことある人はあります？あ、あります。車、当時ですね、18世紀の後半に発明された車は、当時もう19世紀になるとイギリスのロンドン市内も走り始めるんですが、とにかく危ない代物だという話に思われて、市内で走る場合は時速は 3km 以下、馬とか人を驚かすなと言ってですね、車の前に赤旗を持った人が走れという非常に不思議な法律が作られたのが1865年の赤旗法です。で、これが原因で結局イギリスは交通産業というか自動車産業の発達が遅れて、他のドイツやアメリカの自動車産業に遅れを取ったとも言われています。で、こういった話のですね、他の例でいきますと、例えば今病院としてとか皆さん自宅でも当たり前というのは消毒、手を洗う、この消毒の話がですね、同じようにこの18世紀の頃に、オーストリアの、センメルベイス・イグナーツという方が産褥熱、赤ちゃんをこう分娩した後に、どうしても赤ちゃんを産んだ後の妊婦の方が亡くなるという、その産褥熱の原因は結局何だろうということで、彼が気づいたのは手を洗えということですね。今だと当たり前の話ですけど、当時は猛烈な反発になって、そんなわけはないと言ってですね、彼は非業の死を遂げます。で、結局彼の非業の死を遂げた後に、外科医のジョゼフ・リスターという方が消毒法を開発をして、今じゃ当たり前になるんですが、一番最初に画期的なことを言った人は、なぜかすごく否定されるというのが、なぜか歴史の繰り返しです。で、今回のアントレプレーナーの戦略的思考で考える力を毎回いろんなテーマで皆さんに接してもらいましたけども、今回のテーマは革新の中心は人にあるという意味で、イノベーション、こういったものをですね、実現して広めていくために結局は中心にあるのは人だというお話です。今日ゲスト講師としてお招きしてますのは穂積大陸さん、米国のイントラヘルスインターナショナルの CTO チーフテクノロジーオフィサーを務めていて、国際医療援助に当たっておりますだよねチーフテクニカル、後で修正しておきます、はい、で、今日も同じようにですね、穂積さんへの質問事項はスライドの方で sli.do スライドの方で3238と入れていただくと、今日の質問ページに飛びますので、ぜひ皆さん穂積さんに聞きたい内容はこちらの方に書き込んでください。では穂積さんの方にバトンタッチをして始めたいと思います。あ、はい、あ、なんか緊張するどうもこんにちは。どうも来ていただいてどうもありがとうございます。まず、山下先生の方からまず僕の概略というかバックグラウンドを話ししてくださいというふうなことだったので、私の非営利人生と名付けて私のここまで の概略を説明させていただこうかなと思います。で、アメリカにノースカロライナ州っていう州があって、まあ南部なんですけど、そこに あるイントラヘルスという非営利団体で、テクニカル部門というか技術部門の総括責任者をさせていただいているのが僕です。で、多分皆さんボランティアとか非営利団体とかNGO とかっていうと、どういうふうな、日本だとどういうふうなイメージなのか分かんないですけど、多分なんか海外青年協力隊出身とか貧しいとか、そういうふうな感じに思われる方が多いんじゃないかと思うんですけど、アメリカの場合は非営利団体だと、でも一応キャリアとして成り立っていて、で、例えば僕がいるのは国際保険の開発途上国を対象とした医療とかのを協力するような非営利団体なんですけど、大体アメリカで60社ぐらいあって、
で大きいのだと FHI360 っていう団体がうちのすぐ近くにあるんですけど、その FHI360 は年間予算が1000億円ぐらいで、うちのイントラヘルスは比較的小さい方の組織なんですけど、だいたい100億、年間予算が110億ぐらいの予算でやってるので、比較的企業として成り立ってるというか、そういうのがアメリカの非営利団体活動の概略ですね。日本だと多分意外と非営利団体の人って給料が安いとかそういうふうなことがあったりとかするんじゃないかと思うんですけど、まあ確かにアメリカでも非営利団体だと給料は製薬企業とか大きな会社に比べると比較的安いかもしれないですけど、でもだいたい PhD を博士を取って入ってくるような人で1000万ぐらいから1200万ぐらいの給料から始まるので、そんなにキャリアとしては悪くないので、皆さんもぜひ考えていただければと思います。で、平成元年に順天堂大学を、日本の東京にある順天堂大学の医学部を卒業して、でそこから非営利団体生活というか放浪生活がすぐ始まってしまったんですけど、その後にサンフランシスコのアメリカのサンフランシスコの郊外にあるカリフォルニア大学のバークレー校に行って公衆衛生の勉強をして、それで一旦お金が全然なくなってバークレーの授業が修士を終わって日本の成田に着いたら全財産が1万8000円だったんですがそれで東京まで戻ったのは良かったんですけど、家の親に電話して金送ってくれって言ったらもう二度と帰ってこなくていいっていうふうに言われてそこから友達に金を借りてでバイトをして生活ができるようになるまで2ヶ月ぐらいかかって、それからお金返して、それで1年半ぐらい日本にいて、その後アメリカのボストンに無給のインターンで行って、でそこに2ヶ月ぐらいいて、でバングラデシュのにあるバングラデシュっていうインドの隣にある国のダッカに3ヶ月行って、でバングラデシュからパキスタンの今話題というか前から結構出てるオサマ・ビン・ラディンって結構前に死んだセプテンバー11の原因になった過激派がいるんですけど、そのオサマ・ビン・ラディンが捕まって殺されたアボタバードっていう町の近くにあるペシャワールっていうところでユニセフの国連の職員として2年ちょっと仕事をして、でその後にイスラマバードというところに移って、イスラマバードで、1年ぐらいいて、でパキスタンが終わってから3つぐらい職業の行き先というか何やろうかなというふうなのオプションがあったんですけど、一つはスイスのジュネーブに行くっていう、でジュネーブに1年行くか、インドのニューデリーに1年行くか、メキシコに半年行くか、でメキシコの半年を選んでメキシコのメキシコシティに半年ぐらい行って住んでたらですね、そしたらアメリカのボストンにあるハーバード大学の研究員のポストができて、でそこにちょうどまだその頃は Windows とかが始まった頃で、 Windows の3だっけ、最初の 3.1 とかが出た頃で、でその当時に皆さんはもう今携帯とかでGPS とか使ってると思うんですけど、その時に初めて地理情報システムとかジオグラフィカルインフォメーションシステムっていうのを使って保健施設とか保健のリソースがどういうふうに分布されてるのかっていうのを研究したら面白いんじゃないかなというふうに思い出して、その DOS で地理情報を検索するというのを始めたのがそのボストンのハーバードで研究員として行った時で、その研究はですね、本当は1年で終わって日本に帰ってくるはずだったんですけど、半年ぐらいどうやってやったらいいのかが誰も分かんなくて、おろおろしてるうちにその1年経ってしまって、そのまま研究員生活が続いて、それが2年3年と続い
って、で僕しかあの地理情報システムというかその GPS とかその当時ジオグラフィカルインフォメーションシステムをやってる人がいなかったので、そのうち教えるようになってたら、他の非営利団体からうちに来て仕事しませんかというふうに声がかかって、でマラウイというアフリカの国であの保険情報とかあのその保険政策の仕事をするようになったんですね。でマラウイの時にはですね、マラウイって大体聞いたことある人があんまりいないかと思うんですけど、アフリカの南部の方にある内陸の小さな国で、でその当時大体1200万人ぐらいの人が住んでて、で何人ぐらいお医者さんがいるでしょう。100人。当時あの何人医者がいるとか、どれだけ医療施設があるっていうのがよく分からなかったんですよね、マラウイで。で僕が最初にやったプロジェクトが、実際に 人と一緒に行って、一つ一つ病院を数えてお医者さんがどこにいるかを数えるっていうその時にその GPS の機械、今みたいに携帯は使えないので、こういうふうな GPS の機械を持って、その時で一つ一つの保健施設を場所を抑えて地図に落とすっていうのをマラウイでやった。その当時でですね、マラウイ1200万人いたんですけど、お医者さんが126人全国で、で126のいるお医者さんのうちの550人ぐらいはもうあのなんて言うんでしょう、あのディストリクトヘルスオフィサーとかその行政官であって、患者さんを見る人じゃないんですよね。だから60人ぐらいしか実際に患者さんを見るお医者さんがいなくて、でほとんど あの患者さんを見るのは看護師さんとか助産師さんとか、あとはあのクリニカルオフィサーって言って、あのマラウイはあの昔あのイギリスの植民地だったので医学部5年なんですけど、その代わり3年行って簡単な手術と治療をできるようにするようなクリニカルオフィサーというふうな人がいて、その人たちがやるっていう、まあそういう国だったんですけど、そこであのしばらく保険政策とかのお手伝いをいろいろさせてもらって、でマラウイが終わって、でボストン生活も、でボストンで山下先生に、あの何年でしたっけ、2006年に山下先生とあの MIT の, あのスローンスクールオブマネジメントでしたっけ、で会って、でそこで修士をもう一回やり直して、でそれで卒業した後でですね、どうしようかなというふうに思ってたら、シアトルにある他の非営利団体の、そこは PAS っていう組織なんですけど、そこから声がかかって、でそのシアトルに引っ越しました。でシアトルのその非営利団体の PAS っていうのは、まあイノベーションに興味がある方は見ていただくといいと思うんですけど、 PAS っていうのはですね、あの基本的にはいろんなあの新しい技術、医療技術とか開発途上国とか貧しい人のための医療技術を開発したりとか、臨床試験をしたりとか、新しいワクチンを作ったりとか、そういうふうなことをするあの非営利団体のノンプロフィットの研究組織だったんですね。でそこで9年ぐらいあの保健政策戦略とか、そのテクノロジーができてで来る過程において、どういうふうな政策が必要とか、どういうふうな戦略が必要かっていうのを考える部の担当をしてました。で9年ぐらい経ったところで、7年目か8年目にですね、マッキンゼーから新しい社長が来てですね、そのパスというところに今もまだいるんですけど、でその社長と僕あんまり馬が合わなくて、でどうしようかなとかと思ってたら、ワシントン DC にある他の非営利団体の、今度はあのマネジメントサイエンスフォーヘルスっていう MSH.org ですけど、これはあの日本のあのお医者さんで、あのネパールでネパールの山の中で生活して、あの村の人の診療をしてた人に感化されたアメリカ人の若い医学生が始めたあの非営利団体で、大体300人ぐらい、あじゃないや
年間予算がだいたいその当時300億ぐらいで、スタッフが1000人ぐらいいる団体だったんですけど、そこ の, あのテクノロジーとかイノベーションの担当で来てくれませんかというふうにお誘いを受けてワシントンに行って、でワシントンに2年半ぐらい住んでたら、今度ノースカロライナから来ませんかというふうなお誘いがあったので、こうフラフラとついて行ってしまって、今ノースカロライナに行き着いたというのが私の経歴です。何か私の経歴について質問はありましたら、あのこのこちらの方に書いていただけるとですね、と思うんですけど、ないしは誰か手を挙げて何か僕の経歴で質問とか何もないですか。また後で階段もある。また後で、え、じゃあその時にでも、まあそういうふうな経歴でですね、今ノースカロライナ州のそのイントラヘルスというところに、去年の9月から、テクニカル部門とか技術部門を担当で、今やっています。で今日はイノベーションとイノベーションの話と、そのイノベーションが何で難しいかっていうのを話すということだったので、まずその前に多分もうこの話はしたかと思うんですけど、インベンションとイノベーションの違いっていうのをまずとりあえず押さえておいた方がいいかなというふうに思ったんですね。じゃあでもうその話はしたの、今までの授業。違う気に少しだけしたけど覚えてるかどうか、覚えてるじゃあどなたかインベンションとイノベーションの違い説明できる人、先生以外に。ぜひあの神戸市役所イノベーション専門家の人。あ、そうですね。専門家の人が来てるのでぜひ。じゃあ外れてるかもしれないですけど。あ、全然いいですよ。インベンションは発明なので、まあ要はゼロから何か一を生むみたいなこと、ええ。イノベーションって結構組み合わせで何かこう新しい使い方とかこう。何か良くなるように組み合わせたりすることのものが多いのかなと思うんですけど、ええ、はい、あ、まさにあのインベンションというのはとにかく何か作ればよくて、その単位は自分自身なんですよね。あなたが興味があることで何か新しいものを自分のためとか自分の考えを形にするのがインベンションで、イノベーションは今吉永さんがおっしゃったように改良をするとか物を良くするっていうふうな、その作るだけではなくて何か作ったりとか考えがこう良い方に動くっていう流れを作るのがイノベーションなんですね。でイノベーションっていうのはだから革新とかその改良とかっていうふうな言葉に日本語だとあの翻訳されることが多いと思うんですけど、でその改良するとか物を良くするっていうふうなことを考えると、一番そのイノベーションの中で何を考えなきゃいけないかというと、それがあの誰のためのものなのかっていうのを深くきっちりと考えるのが一番大事なんじゃないかなというふうに僕は思います。でこの誰のためかっていうふうなことについてはあの一番大事な点なので、あのさっきあの山下先生 の, あの最初のプレゼンでもあったように、その人とイノベーションの関係の話なので、これについてはもう少し後で深く振り下げた授業を掘り下げた授業をまずしたいと思うんですけど、まずはその僕の経験に基づいて、さっきあの山下先生がおっしゃってた、これは偶然なんですけど、妊産婦死亡に関連したちょっと話を、これはあの実際にある保健施設なんですね。であのアフリカにある某国の写真なんですけど、これ見て何か気づくことは何でしょう。え、これこう適当に当ててもいいの？え、手を挙げてもらってもいいし、何でもいいですよ。気づくとか、はい、あ、じゃあどうぞ。すごく僻地にありそうな病院だなと思いました。僻地っていうのはどっからそんな感じ？周りがなんて言うんでしょう、人があまりいなさそう。あ、そう、誰もいない、家が全然建ってないですよね。じゃあ他に何か気づいたことは何かありませんか。あ、どうぞ。あ、道路舗装されてないですよね。それにここはあの車が通る道路なんですけど、ここからこうここでここはあのデヘル施設のこの保健施設の門なんですけど、ここのところもうガタガタでしょ。
なので舗装は全然されてないところですね。他に何か気づくことは、あ、どうぞ。医療施設なのか分かんないですけど、医療施設にしては虫が多くて不衛生そう。あ確かにね、水があるかどうか分かんないしね。水道は来てないんですけど井戸なんですね。 でも一応ほら電気は来てるじゃん。電気はまあその電気料金払ってないかもしれないから実際に電気が使えるかどうかは分かんないんですけど、まあ一応電気は来てると。他にとりあえずじゃあ僻地にあって家に周りに誰も住んでなさそうっていうのと、道路がない、不衛生そう、虫が多そう、他に何か特に考えつくような、あ、見て、はい、パッと見た感じ保健所とは分かりづらい。ああ、そうだね。あ、でもほら一応この十字マークがですね、保健施設の印なんですけど、で基本的にですね、これはマラウイではないんですけど、マラウイの近くにある施設なんですが、他のアフリカの国の施設なんですけど、例えばマラウイとかだと平均だいたい何分ぐらい、まあほとんどの人がお金ないので、例えばマラウイとかの平均で1日2ドル以下でだいたい200円ぐらいしか収入がないので、せいぜいあっても、そういうふうなところで車を持ってたりとかって、まあ自転車が比較的一番大事な交通手段なんですけど、でほとんどの人は歩いて保健施設に行くんですが、こういうふうな保健施設に行くときに、大体普通の人だと歩いてどのぐらい、今日病気になりましたとか今日子どもが病気になりましたっていうふうに言って、どのぐらい歩かないと保健施設に着かないと思いますか。1時間以上だと思う人、2時間以上だと思う人。ああ、だいたい片道、僕実際これ測ったんですけど歩いて、でその他にモデリングとかいろいろ数式を使って計算とかしたんですけど、だいたいマラウイとかザンビア、マラウイっていう国だと比較的1200万人って人口密度が少し高いので、平均1時間20分、だいたい30歳から40歳ぐらいの健康な男性で1時間20分ぐらい歩かないと保健施設に着かないんですね。でザンビアだともっと広いので、だいたい平均で2時間片道で、そうするとお母さん子供を産まなかったりとかして妊婦さんだったりするじゃないですか。で妊婦さんってほら妊婦検診に行かなきゃいけないですよね。一応日本でもそうですけど、ほとんどの人なんて毎月行ったりしてるんじゃないかと思うんです。毎週とか行くと人もいると思うんですけど、まあ、最低でもアフリカだと4回ぐらいは来てほしいっていうふうに言うんですけど、そうすると妊婦で女の人だと大概自転車なんて乗れないですから、その文化的な理由とかお金の問題もあって、そうすると妊婦さん歩いて2時間ぐらいこの炎天下を歩かないと保健施設に着かないようなのが現状なんです。でそうすると何が起こるかというと、妊産婦死亡が高くなると。で妊産婦死亡っていうのは、大体妊婦さんが妊娠してる女の人がか、ないしは出産か、出産の後にどれだけのお母さんが死ぬかっていうのを10万人あたりで数えた指数なんですけど、だから妊婦さんの死亡数を10万の出生で割ったのが妊産婦死亡率っていうやつなんですけど、だいたい10万人の赤ちゃんが生まれたら何人ぐらいのお母さんが死ぬかっていうのが、まあ妊産基本的に妊産婦死亡率と呼ばれているものなんですが、日本では10万人の赤ちゃんが生まれたら何人ぐらいのお母さんが死ぬでしょう。
日本でじゃあ1年に何人ぐらいお母さんが妊娠に関連して妊娠出産に関連して死ぬと思いますか？1年で大体100人より多いと思う人、200人より多いと思う人、50人より少ないと思う人、10人より少ないと思う人、はい、ないんだ。日本で平均だいたい3から4人ですね。10万人あたり、あ、ね、あ、年間だ、すいません、年間30人ぐらいなんですよ、あのお母さんが死ぬのって。日本だとそれで10万人に直すとだいたい日本って3なんですよね。3から4年によって違うんですけど、10万人これが日本の死亡率なんですけど、じゃあアフガニスタンではどうでしょう。あの皆さんも知ってるかと思うんですけど、アフガニスタンではタリバンが来て、で内戦が起こって、で女性があんまり外に行けないとか教育受けられないとかっていうふうになってる、あの中央アジアの国ですけれども、アフガニスタンでは10万人あたりの10万人の出生あたりに何人ぐらいのお母さんが死ぬでしょう。100人以上だと思う人、300人以上だと思う人、300人以上、500人以上、600人以上、だいたい1000ですね、アフガニスタンだと。でこの 10万人の子供あたりに1000人とか800人とか死ぬってことはですね、それ死ぬだけじゃなくて、女性はその出産からあのディスオーダーっていうか、なんて言うんでしたっけ、なんか障害を受けるにあのこともすごく多いんですよね。でそうするとそれがだいたい死亡率のあたりの26倍っていうふうに言われてますから、そのインジャリーがだいたいで10万人出生 10万出生あたり2万、だから4人赤ちゃんが生まれるとですね、アフガニスタンの場合はそのうちの1人のお母さんは生涯に残るような、例えばあの生涯に残るような障害を受けると。でアフガニスタンの女性ってだいたい5人から6人子供を産むので、ほとんど 100% の女性が生涯のうちに出生に関連して何らかの障害を受けているというふうに考えられるわけですよ。結構ひどい。アフリカでそのマラウイとかザンビアでじゃあ何人ぐらいの、さっき見たようなこういう、この施設お医者さんいないんですよ。で一応あの24時間体制で妊婦の管理をできるっていうふうに言ってるんですけど、看護婦さんが1人か2人いるかいないか、なのでそういうふうな状況で子供を産んでもらうわけですが、ところがすごく多いんですけど、何人ぐらい、10万人あたりの出生で何人ぐらいでしょう。アフガニスタンより多いと思う人、アフガニスタンよりはちょっと少なくてですね、だいたい600、500から600。10万人あたり。で、日本なんて3人から4人ぐらいしか死なないのに、なんでこのアフガニスタンとかマラウイとかザンビアとかこういうふうなアフリカの国ではたくさん妊婦が死ぬかっていうのを考えるのがすごく大事だと思うんですよね。じゃあちょっと待って、なんでそのお母さんは死んでしまうんでしょう。なんでお母さんは出産に関連して死んでしまうと思いますか。なんか思いつく人。山下先生以外、あ、どうぞどうぞ、あ、マイク使わなくても、はい、使ってもいい。そもそも栄養失調とかでその、ああ、体力が低下した状態で出産して亡くなってしまうとか。でもほら、体力がなくなった状態で出産したらなんで死んじゃうと思う。疲れて、疲れかなんかで疲れて、まあ栄養状態悪いのなんて多分そうだよね。
他は何で死ぬでしょう。お母さん、はい。栄養不足っていうのは同じなんですけど、それで免疫力が低下したり、ああ、で感染しちゃうみたいな。感染して、そう、さっき山下先生が言ってたみたいな、僕の書き順は参考にしないでください。感染ってこういうじゃん、感染症、妊産婦の感染。あとは何でしょう。なんか思い、あとは例えば 出血、赤ちゃんを産むとやっぱりその胎盤が出てくる過程とか、で、あと膣のあたりが破けちゃったりとかして、すごい大量出血を起こして、それで死んでしまうこともたくさんあるんですよね。で、あと貧血、栄養不足に関連してますけど、貧血とか。貧血、あとはエクランプシアとか、プリエクランプシアっていう痙攣みたいなやつ、日本語で僕なんていうのかちょっと知らない、弛緩、そういうふうなのがあって、エクランプシア、高血圧とかを起こして死んじゃうお母さんも結構たくさんいると。でこういうふうなのがすごい重なって、でお母さんが死んでしまうんですけど、ほとんどの場合はですね、日本だとこういうふうな栄養不足があっても、例えば妊婦健診で分かれば鉄剤の投与をするとか、養蚕もらうとかっていうふうなのもあるでしょうし、お母さんが体重がちゃんと増えてなかったら栄養指導もあるし、食べ物もたくさんあるでしょ。で感染なんて日本の病院だときちんときれいに洗ってたりとかするし、抗生物質もあるので感染 の予防もできるし、出血だってほとんどの病院だと輸血もできるっていうのもあって、でこういうふうなのがあって、お母さんが実際に死んでしまうってことはすごく少ない。でもマラウイとかアフリカのようなところだと、まず例えばですね、マラウイで実際に僕調査したことがあったんですけど、その、10年ぐらい前なんで、今はちょっと変わってるかもしれないですけど、その当時大体 70% ぐらいのお母さんが家で出産するんですね。で家で出産するときには、その周りの村にいる伝統的な助産婦さんっていう、助産婆さんみたいな、日本だと助産婆さん、助産婦さん、助産師じゃないの、助産師はプロの人で、助産婆さんはプロっていうとお金もらってるからプロだけど、村でその今までにもその伝統的に出産を手伝ってやった産婆さん、村の産婆さんみたいな感じでお金をもらってた人がいるので、その産婆さんがいたりしてやってるんですけど、そうすると出血とかしてもお金がなくて、お金払えないから、その病院に自分の奥さんとかそのお母さんを連れていくのに躊躇してしまうとか、あとはその高血圧になって意識が朦朧としてても、そんなの分かんないじゃないですか、普通の人だと。でそういうふうなことがあって、多分痛いから朦朧としてるんだろうみたいなことを考えて、そのお母さんを施設に連れていこうというふうに思い始めるまでに時間がかかってしまって、で一回悪くなってしまうと、例えば大量出血始めると2時間以内にほとんど死んでしまうので、そういうふうにするともう遅れてしまうと。でさっき言ったみたいに、村から施設までってそのプライマリーケアというか、一番下のレベルの施設でも1時間以上かかるわけですよね。でああいうふうなところだと看護婦さんしかいないし、看護師さんしかいないし、看護師さんしかいないと輸血なんてもちろんその血液バンクなんてないですから、そうするとそのちゃんとケアができる病院まで連れていくのがすごい大変で、さっきどなたかがおっしゃってましたけど、病院の前にだって舗装されてないわけでしょ。そうすると村に行ってしまうと、村の道なんて全然舗装されてないですし、雨季かなんかだったら大変なので、そうすると牛持ってきて、牛借りてきて、で牛舎かなんかで、ね、牛の後ろに荷台をつけて、そこにその 出血してる女の人を乗っけて病院まで運ばなきゃいけないとかっていうふうなことに、救急車なんてないんですよ。
で僕ね救急車の調査をしたことがあるんですけど、アフリカで。それで何やったかというと、その頃はまだもちろん携帯なんてない頃なんですけど、あの実際にですね、初めて出来始めの頃の GPS を救急車につけてみたんですよ。どこに救急車が行くのかなと思ったので、でどういうふうにしていくのかなと思うと、救急車はだいたい朝の8時ぐらいにものすごく忙しくなるんですよね。でそれは何でかというと、スタッフを家に迎えにで12時ぐらいにまた忙しくなって、それはスタッフをお昼ご飯のために家に連れて帰って、でそのまたあの拾って帰ってくるから で夕方にまた帰らなきゃいけないから忙しくなる。それが一番忙しい時で、であの例えばあの ここに施設があって、でここで、で ここに病院があって、ここに他の小さい施設が3つぐらいあって、この距離がまあ1時間以上離れてるんですけど、で女の人は例えばここで女性があの妊婦さんが出血を始めたと。でなんとかその自転車かなんかにこの女の人を乗せて、この保健所まで連れていくでしょう。でこの保健所には無線があって、で無線でこの地域の病院に無線を入れて、今ここで出血してる女の人がいるから救急車出してくれって。救急車はここにしかないので、ここには救急車ないって。でそうやって無線をやると、ここから救急車がまず来るわけですよ。でここで女の人をこの救急車に乗せるでしょう。で日本人の僕からすると感覚としては、こっからすぐ帰ればいいと思うじゃないですか。で治療すればいいと思うでしょ。そうではなくて、今度はここに行くんですよ。でここに行ってここに帰るの。これなんでかっていうと、病院の人が言うには、患者さんをここに迎えに行ってる間に、もしかしたらここで救急事例が発生してるかもしれないし、ここで救急事例が発生してるかもしれないから、全部一回回ってみなきゃいけないから、回ってから病院に行くから、本当はだから往復多分じゃあ1時間もかからないで済むはずなのに、2時間ぐらいかかってぐるっと回っていってるうちにお母さんが死んじゃうとかっていうことが実際にあるんです。っていう調査を一回やったら、本当にこういうふうなことになるんですよね。でまあそういうふうなのもあって、ケアにたどり着けないっていうお母さんがすごく多い。でそのために出血してたら死んでしまうし、高血圧とかエクランプシアになってたらそれで死んでしまうかもしれないし、感染だったらすぐには死なないかもしれないけど、重篤な障害を起こしてしまうとかっていうこともあると。でもちろん赤ちゃんが死んでしまうかもしれないですよね。であとは行ったからって言ってちゃんとした治療が受けられるかどうかがまた分からないわけですよね。だってさっきあの見せたところはここだったら、まあとりあえず珍しく電気は来てるけど水道はないわけで、井戸しかないわけですし、で行ったはいいけど、あのもしかしたらあのまあ手術なんてできないですから、その出血を止めるための手術とかもできないですし、じゃなかったら輸血なんてできないわけですから、だから着いたからって言ってケアを受けられるわけではないと、そういうふうなことがまずあるわけです。じゃあこういうふうなところで、この妊産婦、さっきの誰のためにですけど、じゃあこの女性でこれから妊娠して子供を産まなきゃいけない人たちと、その赤ちゃんが健康に生まれて来て生活できるようになるにはどうしたらいいかっていうふうに考えるのがイノベーションの一つの役割というふうなところにつなげたかったんですが、でいくつかイノベーションが最近新しくできてきて、一つはこれよく見えないかもしれないですけど、これインドなんですけど、ここにあのスクリーンがあって、でここで映画を出してると。で一番大事なのは村のお母さんとか、特にあのインドとかアフリカとかだと日本と同じでお姑さんの意見というのがすごい大事なんですね。その義理のお母さんがこんなの行く必要がないって言ったらいけないわけですから、
お姑さんとか旦那さんとかそういうふうな人たちがもし出血しそうになったりとか、そうじゃなくても妊婦だったらもう大きな病院にさっさと行った方がいいっていうふうに、その行動変容じゃないですけど、その新しいことを考えてほしいわけですよ。でその知識を持ってほしいと。でそういうふうにするときに、今までだったら日本で作ったりとかアメリカで作ったようなパンフレットとかその教材を持ってって授業してたんですね。でそうするとですね、例えばこれも実際にあったんですけど、日本の教材だと漫画みたいな教材ってすごいポピュラーじゃないですか。で漫画だとこういうふうにあって、でこう人がいて、それでこれがあの女の人だとして、でこっちの方に看護師さんがいて、でこう看護師さんが教育してると、ここにこう吹き出しをつけますよね。でここにこう早く病院に行った方がいいですみたいな吹き出しがつきますよね。でそうするとですね、この吹き出しを見て、これは大きなニンニクが絵が描いてあるとか、え字は読めないだけじゃなくて、このここに書いてあるのがその会話だというふうな了解がないので、そういうふうな了解がないから、この絵を見て、これは多分だからニンニクの絵が描いて、白いほら丸で白い丸にこういうふうについてるから、これはニンニクだっていうふうに認識するとかですね。あとあのマラリアってすごく多いんですね、アフリカだと。でマラリアって風邪うつるでしょ。でだから蚊を殺すとか蚊の防御をしなきゃいけないっていうから、こういうふうにテキストブックの中にこう蚊の絵を描くわけじゃないですか。でこれで蚊はこうでこうで、そうするとうちの村には蚊はいないから大丈夫って言うんですよ。それでなんでかっていうと、描いてるのこんなでかいでしょ、こんでかい蚊はいないわけですよ。でそれは確かにそうなんだけど、だからこれが拡大してるっていうふうな了解がないので、それが伝わらないわけですね。でそういうふうなことがいろいろあって、アメリカとか日本でそういうふうな教材を持ってってもなかなかその地元の人にうまく伝わらないことがすごく多いわけですよ。で今だとでもほら iPhone とかそのあれを使うと簡単に動画ってできるじゃないですか。だからそしたらその村の人に自分たちの言葉で自分たちの環境に合わせた教育ビデオを村で作ってもらえばいいわけですよね。なので、で実際に今やってるのはそういうふうにして、地元で地元のための地元の言葉で地元の知り合いが出演している教育ビデオを使って、それを見せながら、お母さんとかあのお姑さんとかおじいさんとかおばあさんとか、まあ、旦那さんに対して教育をすると。そうすることによって伝わらなきゃいけないことがうまく伝わるようになってくるんじゃないかっていう、まあ、これはだから改良ですよね。今までだったら今までも教材はあったんだけど、その教材だとうまく伝わらなかったところを、地元の人がお金が安くなったことによって地元で地元のものを作れるっていうふうなのがイノベーションで、まあ、こういうふうな活動をしているとか。あとこれはですね、すごい昔作ったんですけども、まあ、昔あの僕がいたパスってところが作ったんですけど、一つの問題はさっきまさに山下先生がおっしゃってたように、あの清潔な場で赤ちゃんを産むことができないと。でそのサンバさんがやるにしても、サンバさんが清潔に赤ちゃんを扱えるようにすれば感染症も減るんじゃないかっていうのが、まあこの一つのテーマで、これはあのネパールのなんですけど、清潔なプラスチックのシートで、こうその汚いタオルとかを敷くんじゃなくて、清潔なプラスチックであのお母さんと赤ちゃんを覆ってあげてください。で石鹸が入ってて、石鹸で手を洗ってください。それであのネパールとかだと竹のヘラであのへそのを切るんですね。でそうするとほらあんまりよく切れないし、竹のヘラだったら汚いから、やってるうちに感染とかしちゃって、赤ちゃんがへその緒が感染して死んじゃったりするし、お母さんも感染しちゃったりするので、そうじゃなくてカミソリを入れてて、カミソリで切ってくださいと。
で結ぶのもその辺にある汚い紐じゃなくて綺麗な紐を入れとくのでそれで縛ってくださいと、へその緒を縛るときにも。でこのプラスチックのあれはですね、これはネパールの習慣で、へその緒を切るときにはコインのお金の貨幣の上でへその緒を置いて切ると運がいいから、そういうふうな、日本でもそういうふうな感じのことってよくあるじゃん、なんかその地元独特の迷信みたいなやつっていうか、迷信だから信じられてること、風習、それでそのコインの上で切るっていうのがすごく大事なので。だけどほらコインなんて汚いでしょ、んないろんな人のポケットにあって触ってたり、だからプラスチックのコインを入れて、金属のじゃなくてプラスチックで切ってくださいっていうのを勧めると。でこれにすることによって、今までだったら汚い不潔な環境で赤ちゃん生まれるのを、これだったら村のほらのお店とかでも売れるので、で生まれたらこれを買いましょうみたいなキャンペーンをして買ってもらうと。でこれもまあ一つ一つはどこにでもあるものですけど、それを一つのパッケージにして妊婦に使ってもらうっていうのがイノベーション。これは最近できてきたやつなんですけど、で一つを一番大きな原因の一つって出血なんですね。で出血を始めた場合、女の人が出血を始めた場合、オキシトシンっていう薬を注射することによって子宮がギュッて縮まって出血を少し抑えることができるんですね。でもそのオキシトシンっていうのは熱に弱いので、アフリカとか暑いところだとその冷蔵庫にちゃんと入ってないとダメになっちゃうことがあると。でそれからこう注射器と針とそれからバイアルっていうかその注射液が別々になってると、そこからまた測って入れなきゃいけないとかっていうと間違えてやったりするから面倒くさいからやらないとかっていうふうなことになるので、これはもうこうプラスチックのバブルっていうかこう泡みたいなプラスチックの空砲に直接もう針をつけちゃって、この中に正確な量のオキシトシンを入れて、それを耐熱のカバーに入れておくので、出血が始まったらもうそれをピッと開けてブスッて刺してくださいと。そうするんだったら多分村にいる看護師さんでもできるし、他の人でも注射をすることができるので、妊産婦を救うことができるかもしれません、産婦さんを救うことができるかもしれないっていうので作られた注射針と注射の薬を一緒にしたやつですね。今はこれ他のものにも使われててですね、一番ですね、減らすのに一番いいのって女の人が妊娠しないようにするのがすごい大事なんですけど、だから家族計画がすごい大事なんですが、でも一回一回コンドームを使うとかだと大変ですよね。でもそので、女の人がこれで自分で自分に注射をして、でその注射が1ヶ月使う効果があるんだったらすごい楽になりますよね。薬も飲まなくていいし忘れないし、なのでそういうふうな形で家族計画にも使えるっていうふうな意味で、この注射針とプラスチックの薬をつなげてしまうっていうのもイノベーションの一つだと。あとですね、出血したらさっき言ったみたいになるべく早く輸血ができるところに連れてってあげるっていうのがすごい大事なわけですよね。でそのための手段として、で一番体の中で一番大事なのは頭ですよね。頭に血液がいかなくなっちゃったら大変でしょう。で足の方なんてあんまり血液いかなくてもいいからっていうので、これはですねスキューバダイビング の潜水服から作ったやつなんですが、足から順番にこう圧を開けてって、血液が体の他の部分に流れないようにして、その代わり頭には血液が流れることにすることによって、救急車を呼んで待ってる間お母さんが死ななくて済むようにっていうか、頭から血液が続けていくようにするっていうためのなんていうのデバイスっていうか機材で、これをつけることによって、今までだったら30分ぐらいでダメだったのが1時間とか1時間半お母さんを連れていくことができるとかっていうふうなあれです。
で、これはまた似たような感じで、これはですね、コンドームにこうパイプを入れて、でどうやって使うかというと、お母さんが出血始めて子供が出た後に出血が始まったら、これを入れて、ここから冷たい水をビューって入れて、わけコンドームの中に入れるわけですよね。そうするとコンドームって膨らむじゃないですか。でコンドームが膨らむと圧で出血が抑えられるわけですよね。で冷たいとほら血管すぼむでしょ。でそういうふうにすることによって、あの中の出血を遅らせて、でお母さんを運ぶようにしましょうっていう考えで作られたものですね。でまあこういうふうな感じでですね、いろんなマニュアルなイノベーションもあると。でその他に最近だとこういうイノベーションもあるわけですよね。あのどなたかバビロンとか、これはバビロン、アダ、IBM、ワトソンヘルスって聞いたことありますか。何でしょう、どれを聞いたことありますか。バビロン、ルワンダ。ああそうですね、ルワンダで今やってるからね。バビロン、これはですね何かっていうと、このアダとバビロンというのは、バビロンはイギリスなんですけど、でアダはドイツなんですが、今 AI ってよく聞くじゃないですか、アーティフィシャルインテリジェンスで、でそれをあのスマートフォンとかに入れることによって、患者さんが例えばこれアダだと会話式になってて、なんか今日調子が悪いんですってまずタイプすると、どういうふうに、どこが痛いですかとか、どこの調子が悪いですか、でそれでなんか熱があるような感じですとか、何度ぐらいでしょうとかっていうふうに、そういうふうにして会話をしていくことによって、今まで の患者さんの記録とかデータから解析して、あなたの病気のこういうふうな、こういう病気の可能性は 80% ですとかっていうふうな形で診断をしてくれる、で今すぐに病院行った方がいいと思いますよとかっていうふうに言ってくれるシステムなんですね。でこれはあの実際にドイツで使われてて、バビロンはイギリスで使われてるんですが、でこれと患者 の電子カルテの記録が連合するとか統合されてるとかっていうふうになっていて、でこういうふうなものがあると、例えば村でもマラウイとかでもですね、今 86% ぐらいの村であの携帯スマートフォンは使えるので、そういうのがあると、そのお医者さんとかがいなくてもある程度その何がじゃあ子供に起こってるかとか、お母さんの状態がどうかっていうふうな相談を看護師さんとかがいなくても始められると。でそうするとその最初に言ったように、一番最初はほら連れていく決心をする遅れっていうのがすごい大事なわけですよね。でそれに対してこういうふうな AI を使った対処法も考えることができると。でそういうふうな意味でですね、いろんなイノベーションっていうのがこの妊産婦の死亡っていうふうなのを考えただけでもすごいたくさん考えられるわけですよね。じゃあ今まで今合計でこういうふうにいくつかお見せしましたが、実際にじゃあこれの中でマーケットにこれが出てアフリカとかで成功してるのはどれでしょう。どのイノベーションが実際にこううまくいってみんなが使えるような状態になっているでしょう。どれだと思いますか。じゃあまずみんなに挙手してもらおうかね。一つだけ選んでくださいね。このビデオを使って教育するだと思う人。あ、20人ぐらい。じゃあこの清潔な出産をするためのやつだと思う人。ああ、なるほどね。この針と薬を直接つなげてオキシトシンを注射する方式だと思う人。あ、これが6、7、8、2。この青い方 のスキューバダイギミングのあれで血液を送らせるのが、出血を送らせるのだと思う人。これいないんだね。え、なんで。じゃあこのコンドーム使って出血を抑えるやつだと思う人。ああ2人。この AI を使ってその相談をさせるやつだと思う人。
は何人か。実際はですね、どれもダメなの。一個も成功してないんです。実際にマーケットに行って。で、なのでここで初めて事業のテーマの、なんでこれどれもいいアイデアだと思うんですけど、なんでダメなのかっていうのを、なんでうまくいかなかった、うまくいってないのかっていうのを考えるのが事業の。すいません、なんか前置きでここまで時間使って。それでですね、でそれについてじゃあ僕がどういうふうに考えるかなんですけど、でイノベーションとかその改良とか革新とかそういうふうなものを考えるにあたって、その革新がうまくいくかどうかについては4つのカテゴリーのことをうまく考えないと、うまくこう組み合わせて考えないとうまくいかないと思うんですね。でそれの一つはまずその発明自身というか、発明というかその革新というか、あなたのイノベーション自身、イノベーション自身のキャラクタリスティックスが、特性があなたの成功の鍵を握る一つです。でそれについてはもうちょっと詳しく説明しますけど、その次は使用者のことをどれだけ知って、で使用者のそのあなたのイノベーションを使ってほしい人をどれだけ理解して、でその人たちに合わせたイノベーションであるかどうかっていう、そのユーザーズのことをどれだけ考えてるかですよね。でその次はですね、それをうまく使ってもらうための仕組みをどれだけ構築したかどうか、でその仕組みができているかどうか、で最終的にはそれをサポートするような環境が整っているのかどうか、その4つのものが全部うまくいかないと、ほとんどのイノベーションはうまくいかないんです。でそれぞれについて、あと何分くらいあるので、今ほぼ7限の時間の終了としようとしてます。あ、じゃあここで切りがいいので、ここでちょっとで10分ぐらい、じゃあ一旦ここで10分間休憩入りますので、今時間何分だっけ、17分、今5時17分なので、5時27分に再開します。10分間休憩です。でその間にもし今までので質問があったら、ぜひこのスライドで質問を送ってください。じゃあ始めたいと思うんですけど、いくつか質問が来てるようなので、いくつか質問に答えと思う。一つは年収のことを聞かれてる方がいるんですけど、どういうふうに言えばいいんだろう。日本の勤務医って大体いくらぐらいなんですかね。プラスぐらいですか。大学の先生だと1,200〜1,300万とか。大学はもっと少ないですか。それでアルバイトしてですね。アメリカの NPO のディレクターだから、僕の下にいるディレクターの人たちで、だいたい1,800万〜2,000万ですね。うちの部門だと。でもですね、僕のディレクターって僕より全然年が取っててですね、僕は比較的若い、日本語で言うと常務に当たるんですけど、バイスプレジデントなんですけど、なので僕と僕の部下との給料の差があんまりないっていう辛い結果になってるんですけど、まあでも比較的アメリカだとPhD を終わって何年かで入ってくる人たちで、だいたい1,000万〜1,200〜1,300万、まあ、大体1000万ぐらいで、何年かだったら経験があると入ってくるので、それでシニアなプログラムのオフィサーで1,500万〜1,600万の間ぐらいとかって、まあ大体そういうふうな給料体系が NGO ですね。次は発展途上国での自分の健康はどういうふうに考えていますか。歯科治療、歯ですか。僕なんかパキスタンでですね、一回パキスタンに出張に行ってる時に虫歯が痛くなって見たら、クラウンって言うんでしたっけ、日本語で、かぶせてるやつが取れて、それで地元の歯医者さんに行って大変な目に遭ったことが
あります。あとはアフリカとかに行って怖いのはマラリアなんですけど、でマラリアってまだ一応50% ぐらい効くって言われているワクチンが最近ガーナで接種が始まったんですけど、今まだ日本とかで受けられないですし、あんまり確実に効くわけじゃないので、マラリアの抗マラリア薬っていうのを飲まなきゃいけないんですけど、本当はでも僕マラリア薬とかを飲むとですね、僕ものすごい副作用が出て、でマラリア薬のその当時のマラリア薬の副作用ってサイコーティックっていうか、こう精神的な副作用で悪夢をたくさん見るようになるっていう、それで一晩の間に5回ぐらい叫んで汗だくになって起きるっていうので、辛くて飲み続けられなくてマラリア抗マラリア薬をやめた経験があります。なので自分の健康は自分で頑張って保つみたいな。でもほら蚊だったマラリアだったらその蚊よけがを塗るのが多分一番大事とかね、そういう風なのが、あとなんかアメーバにかかってですね、僕マラウイに行ってる時でアメーバセキリっていう、アメーバセキリの便ってすごくてですね、なんか透明なジェリー状のものの中に赤い血液みたいな点々みたいなのが入った便が出てくる。で僕最初全然分かんなくて、医者なのに。それでなんかすっごい調子が悪くて、それで薬買いに行ったら1日36錠フラジールっていう薬飲んでくれ、メトロディザゾールでしたけど、ね、を飲んでくれって言われて1日36錠飲んで、それでそのままそのマラウイで飲んでる3日目か4日目ぐらいにマラウイのゾンバっていう村に行ったんですね。でそのゾンバっていう村 で魔術師の人にインタビューをしに、マジシャンに、魔術師ですね、なんか魔術師魔術を使って人を治療したり呪ったりする人にインタビューに行ったの。それで行ったついでに話をなんかアルマジロの尻尾とかがそういうふうなの売ってるんですけど、いろいろな草の根とかそういうふうなの売ってて、それでその魔術師の人に運勢が良くなるものを売ってくださいとかって言って、それで1000円ぐらいお金払ってライオンの牙の中に何かを閉じ込めてテープで貼った、青いテープで貼ったお守りを売ってもらったんですね。でその日の夜に友達とその近くのホテルで泊まってて、ご飯食べてたら急にめまいがしだして、もう世界中がぐる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 回ってて頭がもう地面から上げられない。それでこれはきっとね、僕その魔術師の呪いにかかったんだって。だってもう頭をこう地面につけてないと目が回ってしまって吐いちゃうんですよ。それで朝まで生きていられたらこのライオンの牙を返すから、なんとかこう生きて返してくれって言ったら、まあ生きてこられたので、その朝6時ぐらいに張ってそのライオンの牙返しに行ったんですけど、後から考えたらですね、メトロディダゾールっていう薬の副作用でアルコールをちょっと飲むとすっごい調子が悪くなるんですよね。でその日にワインを一口だけ飲んだんですよ、その日の夜で。そのワインの一口で実はその目が回ったっていう、医者であるにもかかわらず全然薬の副作用をすっかり忘れてたっていうということが、なのでまあ自分で身を守る。じゃあ次のイノベーションとユーザーで、まず最初に一番考えなきゃいけないのは、あなたが考えているその発明とかその改善とか新しいやり方っていうふうなのがどういうふうなものであるかっていうのを考えなきゃいけないと思うんですね。でそれはですね、どういうふうなことが大事だと思いますか。そのあなたのイノベーションが成功するかどうかはどの辺に鍵があるでしょう。なんとなくまずほら新しいものができてとするじゃないですか。新しい例えばアプリケーションが出たとか、新しいスマートフォンが出たとか、コンピューターが出たとか、全然今までにはなかったようなメガネとかほらレイシックスってメガネがいらなくなるとか、そういうふうな新しいものって出てきますよね。
何に気になりますか？値段。買えるかどうかってすごい大事じゃない？なんかその新しく考えたものがその使ってほしい人たちが払えるかどうかっていう値段がどのぐらいなのかっていうのがまずすごい大事ですよね。それから例えばものすごい新しい考えが出てきても、例えばさっき言ったみたいなこのこういうふうなものができても、これスキューバダイビングの潜水服から作るのでたくさん作れないですよね。だから作れるかどうか、その実際にそのマニファクチャリングできるかどうかとか、その制作できるのかどうかとか、そういうふうなのがすごい大事になってくるんですね。なのでまず実際にあなたが考えているものがデータとして今まであるものよりもはるかに優れてるとかっていうふうなことを証明できるかどうか。で、優れてるかっていうのは、例えば薬だったらより効くとか、ワクチンだったら今までのワクチンよりももっといろんなたくさんの病気をカバーできるとか、それからスマートフォンだったら早いとか簡単に使えるとか、そういうふうな新しく考えているものが今までにある似たようなものとかできるようなものよりも優れてるかどうかっていうのがすごい大事。優れてなかったらイノベーションじゃないでしょ。改良なんだから、イノベーションっていうのは発明ではなくてイノベーションなので、まずその優れてるかどうか、でその優れてる点がですね、分かりやすくて目に見えるかどうかっていうのがすごい大事なんですよ。だってものすごい優れてても、それがなかなか教わらないと、誰かが授業をしてくれないと、その優れてる点が分からなかったらなかなか使おうだなんて思わないじゃないですか。だから目に見えて優れてる、簡単にその優れてる点が他の人でも分かる。例えば一人の人がスマートフォンを使ってこういうふうにして会話をしてたら、ああ自分も欲しいと思うじゃん。それは見てすぐ分かるからでしょ。スマートフォンにしても携帯にしても、携帯がなんで世界中でものすごく広がったかっていうと、一つはその利点というか優れてる点が一発で目で見て分かる、線でこだわらないし、どこにいてもかけられる。だからそういうふうな意味でですね、優れてる点が一発で目で見て分かる、見なかったらものすごくその教育をしなきゃいけないとか教えなきゃいけないのでコストがかかるし大変なんですよ。で、もしかしてそのじゃあ今までのその携帯だったら、今までだって電話使ってたわけだから、それから電話になるとか、電話からテキストになって誰かにメッセージを送るとかっていうのは、あなたの使ってる人たちが新しい活動をしなくてもいいわけですよね。だけどほら、携帯の代わりに昔多分ご存じないと思うんですけど、インターネットが出始めた頃ってインターネットカフェっていうのがありましたよね。で、インターネット自身の便利さはすぐ分かるんだけど、インターネット使うのに家に行かなきゃいけない、家ではできなくてわざわざどっかまで行ってお金払って使うっていうふうな、その今までの行動パターンと自分の行動を変えなきゃいけないっていうのはすっごい大変でしょう。だからその今までの生活を変えずにあなたの新しいイノベーションがうまく入るかどうかっていうのがものすごく大事な、その携帯とかっていうのはすごくいい例ですし、で注射も比較的いいのは、今まででも患者お医者さんのところに行って薬をもらってたのが、それが注射に変わるだけなので、その患者さんとしての行動変容を期待しなくていいわけですよね。だけどそうじゃなくて、例えば注射だったらここでじゃあ処方箋をもらって他の病院に行って注射をしなきゃいけないとかってなると、ステップが増えるじゃないですか。そうすると面倒くさくなるでしょ。僕だったら面倒くさくて、まあ注射は今日はいいやとかってなっちゃったりするかもしれないので、そういうふうな行動変容が必要かどうかっていうのはものすごく大事な点になってくる。でさっき言ったみたいに作れるのかどうか、で作れるときにもその作るコストが比較的安いのかどうかでですね、さっきお見せしたこれ、オキシトシンっていうのはだいたい1回ワンドース、1回注射をして治療のためにかかるのに20円から30円って言われてるんですよ、実際の薬の値段
薬とあと注射器と針の値段を合わせてだいたい30円って言われてるんですね、アフリカで。だけど同じ量のキシトシンをこのパッケージに入れることで値段はいきなり150円になるんですよ。30円が150円になるの、5倍。そうするとこれはたくさん作れても5倍の値段払わなきゃいけないっていうと、買うかっていうと買わないんですよね。いくら母親の命が救えるになってもその5倍っていうふうなのが非常にハードルが高くて買えなくなってしまう。だからその使えるにしても作れるにしても普通のね、ちゃんとした値段、買える値段で作れるのかどうかっていうのがすごい大事なので、そのあなたが考えている、これから考えるイノベーションというのが、あ、ここで今ちょうど iPad を使ってなんだっけ、ペンシルで書いてる人がいますけど、なんでペンシルが、ね、うまくいったかというと、書くっていう行動で筆のようなものを使って書くっていうのは何ら行動の変容を期待してないですよね。今までやってることと同じことを期待してるわけですよね。それはすごくいいですから。そうじゃなくてキーボードにしても、今の世界だったら皆さん何らかの形でタイピングっていうのが慣れてるから、それを入れるのは多分大丈夫だ。だけど今までにキーボードが使ってなかったような社会で、いきなりペンシルとかではなくてキーボードじゃないとお医者さんが患者情報を入れられないっていうふうになってしまうとですね、医者としてのハードルがすごく高くなってしまうので、イノベーションの成功の確率というか、それがうまく広がる可能性っていうのは非常に少なくなってくると。なのでこのイノベーション自身のキャラクタリスティックスっていうのを本当によく考えないと、イノベーションというのがうまくいかない可能性がすごく高くなる。次はそのさっきも今日のテーマであるユーザー、使用者というのをよく考えなきゃいけない。使用者について何を考えなきゃ、まずすごく大事なのは、特に今の社会ですごく大事なのは、誰が最初に作ってくれる人なのかっていうのをものすごくよく考えないといけないんですよ。なんでかっていうと、みんな同じスピードでお金を使って同じものを買おうだなんて思わないじゃないですか。多分あなたたちのお父さんの中には、新しい家電製品が出てくるとすぐ買ってきちゃうお父さんもいれば、なかなか買いたがらないようなお父さんっていると思うんですよね。でそういうふうな意味で、必ずイノベーションに対して新しいものが出てくるとすぐ買いたくなる人って必ずいるんですよ。でその人たちが誰で、その人たちがどこにいるのかっていうのをすごく考えなきゃいけない。でその時に、その最初に使ってくれる人たちがお金を払う人なのか、お金を払う人じゃないかっていうのもものすごく大事になると思うんですね。例えば家電がお父さんが買ってくるのはいいけど、もっとこう保守的な日本の家庭だったらお母さんが買ってくるのはダメっていうところもあるかもしれないわけですよね。そうじゃなくて、例えばマラウイとかそういうふうな他の国、開発途上国とかだと、お父さんがお金の意思の決定をするので、とかお姑さんが意思の決定をするので、いくらお母さんがこれ見て、ああすっごくいい、欲しいとかって思ってても買えないかもしれない。だからその辺の最初に使ってくれる人は誰なのかっていうのがすごく大事ですし、その最初に使ってるくれる人がお金を払う人なのかどうなのか、で誰にそのあなたのイノベーションを訴えなきゃいけないのかっていうのを見極めるっていうのがすごく大事で、それは、で今の時代、いろんなそのビジネスモデルとかそういうふうなのって考えると思うんですけど、とりあえず多分だから1000人とか1万人の人が買ってくれると、そこからそれが本当に便利だったら、そこからまた宣伝、みんながこう口で伝えて、どん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 買ってくれる人が増えてくると思うんですね。だからその最初にあなたが想定している人の 10% の人でもいいから、どこにその人たちがいて、でどうやってその人たちにあなたのイノベーションの便利性を訴えるのかっていうのがすごく、それを知ることがすごく大事で、次はどれだけたくさんの人が使ってくれるのかっていうのも想定しなきゃいけないと思うんですよね。例えばですね、妊産婦死亡、さっき言ったみたいにすごいたくさんのお母さんが死にますよね。じゃあだからって言って、じゃあそのアフガニスタンの場合10万人の子供のあたり1000人のお母さんが死ぬと、じゃあこれが全部
あなたの私たちが考えるようなイノベーションを本当に使ってくれるかっていうと、そうではないと。その過程ではその実際にその施設に行ける人だろうし、それからお金も持ってなきゃいけないだろうし、ないしは保険を持ってなきゃいけないとかっていうふうな条件が入ってくるので、必要としてる人イコール使ってくれる人ではないんです。電話が必要な人たちが全てあなたの電話を買うわけではないと。それと同じで、需要と必要性は全くイコールではないです。なので誰がその本当にお金を出して買ってくれる人なのかどうかっていうのを見極める必要がある。そのためにはそのあなたが考えている使用者っていうか、誰に使ってほしいのかっていうのを本当によく知る人必要がイノベーションではあるんですね。でさっき言ったみたいに理解できるのか、見てすぐ分かるものじゃないとなかなかイノベーションっていうのはうまくいかないですし、それからその人たちがどこにいるのかってすごい大事だと思うんですよね。例えばですね、マラウイだと都市に住んでる人たちがあなたのイノベーションの対象なのか、田舎が対象なのか。でもし田舎が対象だったら、田舎の人たちまでサプライっていうか、サプライチェーンというか、その誰かが運んでいかなきゃいけないわけですよね。でアマゾンがすごいっていうのは、アマゾンってアマゾンプライムとかそういうふうなのを作って、日本の宅急便のシステムとかを使って、日本全国にいてもある程度の日数で、田舎であろうが何であろうが、そのプロダクトとかあなたのイノベーションを運んでくれる仕組みを作ってくれたじゃないですか。それがあるっていうのがすごいわけですよね。だけどいろんな他の国だと、その場所、使用者が、あなたが考えている使ってほしい人が、お客さんがどこにいるかっていうのが分からないと、実際にそのイノベーションにかかるコストがいくらなのかが分からないと。そういうふうなことになるので、このどこにいるのかっていうのをよく知らなきゃいけない。またそのお金、その人たちがお金が本当に払えるのか、お金を払う人がどうかっていうのを知らなきゃいけない。なので使用者を見極めるっていうのがすごく大事なんですよ、イノベーションで。それが見極められてないと、大概の場合出資者はお金出してくれないってことになるんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。次はですね、システムを考えると。でシステムはどうやって売るのか、お店で売るのか、例えば僕が仕事しているような保険関係、医療保険の分野だったら、病院で売るのか、薬局で売るのか、それともネットで買えるのか、どこで売るのか、どうやって売るのか、どうやって代金回収するのか。日本だったら国民保険があるので、医療品の代金の回収はほら保険でされるわけですよね、医療保険で。だけど医療保険がない国だったら患者さんから払ってもらわなきゃいけない。じゃあ分割払いにするのか、どうやってその代金を回収するのかっていうふうなビジネスモデルがある程度はっきりしてなきゃいけない。でその使ってほしい人とかに、使ってほしい人にどうやって知らせるのか、これがありますよっていうのを。で日本では多分まだ日本でやってるかどうか分かんないんですけど、アメリカでは薬の医薬医療品会社のマーケティングで、ダイレクトペーシェントダイレクティッドマーケティングっていうのがあって、それは何か、日本だとほらいろんな抗生物質とかってお医者さんが処方しなきゃいけないですよね、新しい薬とか抗がん剤とか。でお医者さんがあなたの病状に合わせてお薬を決めて処方して、あなたはそれを保険でカバーしてもらうと。それが日本のシステムですよね。でなので製薬会社とかはお医者さんに、こういうふうな症状が来たら私の薬を処方してくださいっていうふうなマーケティングをするわけですよね。だけどアメリカだとそうではなくてですね、実際に患者に当ててこういうふうな処方箋を書いてもらいましょうっていうふうなマーケティングをするんですよ。あなたは例えばこのレストレスレッグシンドロームっていうのがあってですね、それはこう足が寝てると痒くなるっていうか、もぞ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 して、それが不快で寝られなくなるっていう症状があるんですけど、それがまあ病気かどうかは別にして、まあそれは病気だと名付けると。でその薬ができたと。だけどその薬はお医者さんが処方を書いてくれないとできないと。
でも医者にマーケティングするだけではなくて、患者さんにあなたは夜寝るときに足が、あなたが夜寝るときに足がもぞもぞして眠く 寝られないことはありませんか、あなたが寝られないのはもしかしたらレストレッグ、レッグシンドロームかもしれません、もしそういうことがあるんだったらお医者さんにぜひこの薬を試すように言ってみましょう、最初の1週間はただです、みたいな、そういうふうなマーケティングがあるんですよ。だからどうやってそのあなたのイノベーションがあるっていうことを使ってほしい人に知らせるのかっていうのがすごい大事なこと、大事な、ここを見極められないと、さっきだから使用者が誰なのか、誰に買ってほしいのか、誰が使ってほしいのかっていうのを知らないとこの辺を見届けられなくなるわけですよね。でどうやって届けるのか、会員制にしてこう毎月使用料を払うことによって買えるようにする。例えば日本ではあるのかどうか知らないんですけど、アメリカの大都市では道が混んでるので、あのこうスクーターじゃないですけど、こう電動キックボードっていうんですか、電動キックボードをが街中にいろんなところにあって、それをこうカードをかざしたりとかパスワードとかスマートフォンをかざすと、それがあのスイッチが入ってそれに乗って乗り捨てできるっていう風なシステムがあるんですね。でもそういう風にして使うごとにする方がいいのか、それとも月決めにした方がいいのか、それとも買ってもらって分割払いにした方がいいのかとか、そういう風にしてどこにそのあなたが使ってほしいイノベーションを置くか、でどうやってそれをその人にあのがアクセスできるようにするかっていうのも非常に大事になってくる。例えばですね、さっきの例に行くと、例えばこの AI ベースの ADA、 ADA はですねただでダウンロードできるんですよ今。で Apple とかあの iTunes ストアみたいなところで ADA っていうのをダウンロードして、で自分の名前とか年とかそういうふうなのを登録しますよね、病気の診断だから。でそういうふうにして、でそれに対してデータを入れて、私はこういうふうな、今日はこういうふうな感じで調子が悪いんですけどどうしたらいいでしょうみたいなのを相談してると、そういうふうな会話をしてくれると。でそれをやるため、それはだからそのダウンロードでタダでやる代わりに、どうやって代金を回収するかというと、あなたはそこでデータをタダで上げてるわけですから、そのデータをたくさん作って、これからの病気のそのアルゴリズムを作るとか、そういうふうにして製薬会社に売ったりすることによってビジネスを成り立たせると、そういうふうなこともできるわけですよね。でそれがどういうふうな、では最終的には組織が必要なのか、例えばその新しいこういうふうな機材を作るにしても、そのスマートフォン関係のアプリケーションを作るにしても、一回使ったからって終わりじゃないですよね。多分なんか製品がうまくいかなくて質問が来たりとか文句が来たりとか、うまくとあの誤作動があったりとかして、それを回収しなきゃいけないとか、メンテナンスしなきゃいけないとか、アップグレードしなきゃいけないというふうなことが常にあると。そういうふうなことをするためにはどういうふうな組織を作らなきゃいけないのかということが考える必要が出てくると。で最終的にはそのあなたの作った会社とかイノベーションの周りをサポートするような組織環境があるのかどうか、資金の調達をするようなお金を払ってくれるベンチャーキャピタリストとか投資者がいるのかどうかとか、それから競争相手がたくさんいるのかどうか、同じようなことを考えている人が他にもたくさんいるのかとか、もしかしたら特に薬のようなところだと法規制がたくさんありますよね。あの安全性の問題だとか認可の問題とかが出てきますし、それからもしかしてアプリケーションにしてもそういうふうなものだと、あのネット環境などのプラットフォームが整っているのかどうかということが必要になってくると。でまあそれをもとに、例えばなぜこれがこのスキューバダイビングのあれがうまくいかなかったか、まず一つは作るのがすっごい大変、その次には作っても、もしこれ1回使って終わりだったらすごいお金かかるわけですよね。1個作るのに100ドルぐらいかかったりするわけですから。なのでこれもう1回使ってほしいわけじゃないですか、作るんだったら。
そうすると清潔にするために消毒しなきゃいけないですよね。でこんなビラビラしたやつの大きいやつを村の保健施設で消毒できるなんてすごい大変なので、そこがまずネックになると。でこれをこれなんてでも確かに妊産婦脂肪とかそういうふうなの多いですけど、村で実際に保健施設で産むのって年間に100人ぐらいしかいなかったら、これを使うような状態になる人って 2,3 人しかいないわけですよね。でそのためにその100ドルも払っていちいち届けるかっていうと、誰も届けたくないと、お金払いたくないと。そういうふうな意味で環境がうまく整ってないし、その100ドルを出すような組織もないとかっていうふうなことになってくると、これはいくらその患者の生命を救うというふうな面ではすごくうまくいってても、これが成功することはないということになるわけです。なのでですね、イノベーションを考えるにあたっては何がチャレンジかというと、そのイノベーション自身のキャラクタリスティックスですね。あなたがどれだけそのユーザーのことを知っていて、ユーザーとイノベーションがうまくマッチしているか、あなたがどれだけそのイノベーションをうまく患者さんに届けて使ってもらって、改良するための、さらに改良を続けていくための仕組みを考えているかどうか、ないしは仕組みを持っているかどうか、そしてそれを使ってもらうための環境が整っているかどうか。だからさっき あの ADA っていう AI をやって使うあの診断の技術だって、ネット環境がいくらスマートフォンがマラウイで 86% の村でネット環境が整ってるっていうふうに言っても、実際にはものすごくいつ使えるかどうかなんて分かんないですから、そんなところであのいちいち病気になってからネットが使える前待ってたら間に合わないかもしれないわけですよね。そういうふうな、その実際にその環境があるのかどうかとかっていうふうなことを考えるのがすごく大事になってくると。でこの4つが複雑に絡み合うことによって、あなたのイノベーションがうまくいくかうまくいかないかというふうなのの影響をするっていうふうなのがすごく、まあ、重要なポイントだと思うんですね。なのでまあここで最終的にやっぱり一番最初に考えなきゃいけないのは、イノベーションというのは何かを改良するということですから、その改良というのが誰のための改良かというのをまず考えると、それが非常に重要なことだというのが今日の授業の一番のポイントの一つです。何か質問いくつかありますか。何時までだっけ。あと30分。エクササイズできない。ですね、今日一応この誰のためかを考えるっていうあのエクササイズをしようと思ってちょっと用意してきたんですけど、時間がないのでちょっとテキパキやらないといけないかもしれないんですが、この紙基本的にこう3つのコラムがあるので、それについてちょっと考えを書いてもらうっていうエクササイズなんですけど、まずこう今日はですね、医療、僕はもちろんもともと保健医療の分野から来てるんですが、そうではなくてちょっとこの大学の授業っていうふうなものを中心に考えてみようと。で一番大事なのは誰のための大学の授業かというふうなのを、誰のために大学の授業を良くしなきゃいけないのかというふうなのを考えるのがすごく大事なんですね。でそのためにはまず最初に大学の授業の常識っていうものをまず皆さんで考えてほしいと。で最初に考えてほしいのはですね、今まで生きてきているので、大学に来てから授業を何年か1年とか2年とか受けてる人がいると思うんですが、大学の授業のやり方での常識って何か、それをそのコラムのこの一番左端のところに思いつく限り2分時間を差し上げますので書いてみてください。例えばですね、大学の授業の常識の一つとしては、
先生が一人いてこういうふうな形で講義するっていうのが常識ですよね、ほとんどの場合。どういう他にどういう常識があるでしょう。あと1分。僕の水だっけ。僕の水だっけ。書いたら、じゃあその同じテーブルに座ってる人でシェアしてもらって、じゃあここだとこの辺でこうシェアしてもらって。何か驚くような常識を誰か見つけてる人がいたら、まずそこから聞きたいんですけど、どういう常識ですかがあるでしょう。いいよ話して、隣の人と見せ合って回答を見せ合う。あ、回答見せ合ったらダメっていう常識があるのかもしれない。ない。じゃあ、面白い常識に気づいた人、どなたか手を挙げて、せっかくこっちの方に来たので、僕、昔から後ろの方によく座ってたんですけど、避けられ、当てられるのが嫌で、なので、ここで当てて、じゃあ、このテーブル、この辺で、何かありました？あれ、マイクどこに持ってても思いついた常識。あった。何でもいい。先生がいて生徒がいて、こう先生からこう教えたいことを生徒に一方方向で教えるっていう。他は、じゃあこう先生がいて生徒がいる。あ、じゃあその、あ、どう、授業には絶対先生が必要。あ、授業には絶対先生が必要。あ、すごい、そうだよね、今の常識はね。他は何か。あ、はい、先生と生徒だったら先生の方が立場が上。ああ、確かにね。ああ、まあ年上だし、ね、そういう問題、ね、まあ年上が偉いって言えば、まあ、常識なのが良くないかもしれない。他にある、なんか、じゃあこの辺は、そこで今書いてる女性3人、前から後ろから2人、そこ
何かありますか。受け身の授業が多い。ああ、受け身の授業が多い。まあ先生がだらだら話してっていうのがそうだよね。他はなんか時間が決まってて先生の都合で授業が進むとかそういうのも常識なんじゃないの。いや、だいたいこれ自分がこのシードの講義やってるって言うのも変だけど、なんで全部時間が同じなんだろうと思ってね。ああ、時間決まってるっていうのが常識。授業ってほとんど時間決まってたりするんじゃない。長短あってはさせなきゃして。そういうのもあるだろうし、他に何かある、なんか常識。はい、どうぞ。岡山大学は基本的に同じ時間には一つしか履修できない。なんかアメリカとかで重複でね、重複で、はいはい、ああ一個、あ、一つしか。まあ、そういうふうないろんな、その先生がいて必ず生徒がいなきゃ、学生がいなきゃいけないとか、一つのことしか一回にできないとか、そういうふうないろんな常識ってありますよね、なんか授業で。じゃあそういうふうな常識の中で今あるテクノロジーとか新しいやり方をやれば今まで通りじゃなくてもいいんじゃないかというふうなことって、なんかどういうふうなことが外部要因としてあって、その今まで今ある常識を変えるためのこう外部要因としてどういうふうなことが考えられますか。この今あるそういうふうな受け身じゃなきゃいけないとか、決まった時間にやんなきゃいけないとか、それ皆さんが考えた常識を、その常識を対抗するというか常識を変えるような外部要因っていうふうなのとしてはどういうふうなことがあるんでしょう。例えばほら、一人の技術テクノロジーで教室に来なくてもよく、今の授業なんて必ずほらほとんどの場合出席しなきゃいけないでしょ。ここにいなきゃいけないじゃん。で先生の都合で授業を受けなきゃいけないのを、今のだったら例えばそのネットを使えば教室に来なくたって授業を受けられるかもしれないじゃないですか。そういうふうな意味でどういうふうなこうテクノロジーとか何か外部要因とかで何かそういうふうな今まであるような常識を変えるようなファクターというか影響するようなことって何か気づい思いつくことありますか。うん、書いて、それあったら書いてみて。今の左端の欄の横の真ん中の欄に、なんか今あるその常識変えられるテクノロジーなりやり方があれば、一回履修始めたら最後まで出なきゃいけないとかっていうのもあるでしょ。なんかそのもしかしたら出なくたって卒業できるかもしれない、教室に来なくてもいいとかさ、そういうふうなこう変えるべき常識みたいな、でその常識を変えることができるようなテクノロジーとか何かそういうふうなことがあるかと。なんか思いつくこと書いてある。じゃあ思いついた人何かありますか。授業が面白くないとかっていう常識を変えるためにはどうしたらいいか。そういうのはダメ。なんか思いつかないとか、なんか何でもいいんだよ。だから今の技術を使えば授業を漫画にすることだってできるだろうし、映画で授業することもできるかもしれないしね。そういうの。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いろんな意見を集めなきゃいけないときにネット上で完全に匿名性にしてその忌憚なく意見が出せるようにするとか。ああ、そっか。その今までの授業のやり方だと匿名性があんまりないからっていうのが常識だから、それをそのなんで匿名じゃなきゃいけないの。でも恥ずかしいから。やっぱりこういうふうに先生に指名されて意見言うときってあんまぶっ飛んだ意見とか言えないじゃないですか。
それだったら先生の意見と真っ向対立するようなこともなんか気軽に言えるんじゃないかなと。ああそうだね、そうか、そう先生に、そうか、授業のやり方の常識って特に今あるこういうふうなところだと先生の意見に合わせなきゃいけないっていうふうなところって結構あるかもしれないもんね。そういうふうなのを変えるんだったらそういうふうな意味でこう匿名であの意見を言えるようにするってすごい大事かもね。まあそういうの他に何か、あそっか、ここで指してるからダメなのか、うん、じゃあちょっと横で回してもしあれば、もしあればマイクを行ってみよう。まあなんかあれの常識の例として死後現金っていうのがあるじゃないですか。あでまあこれほんまにやるかどうか知らないですけど、イヤホンとかつけて、はい、でそのマイクを通してやったら、まあ別に死後してても他の人が死後してても、まあ、BGM 的に聞こえてるみたいな問題ないような状況を作れるかなとかは思いました。はい、はいはい、そういうのあるかもね。音楽が聴きながら出るできる授業とかっていうのがあったらそういうふうなのを取る人もいるかもしれないしね。じゃなかったらほら LINE とかでその授業のその話し合い必ず隣に座ってる人でやっとやらなきゃいけないとか、そういうふうな近くにいる人とやらなきゃいけないのを遠くにいる人とそのチャットできるようになってるといろんな他の意見が出るかもしれないとか、そういうふうなのもあるかもしれないしね。あとは何かある？はい、もう2つあると思うんですけど、座らない授業と教えない授業。ああ、そっか、先生が教えるって最近最初あったもんで、ね、先生が教えなきゃいけない。はい。もうなんか北欧の方は座らずに寝ながら授業するとか走り回りながらみたいな。ああ、立ったまま授業する。はい。先生が辛いかもしれない。あのそういうのあるかもね。あと先生が教えなきゃいけないっていう常識って結構強い。世界中先生、ここティーチャーという話なのかモデレーターなのか別として何かしらあのそう誰かリードする人がいるというの ね。でも今のだったらその先生じゃなくて皆さんが勝手に授業を教えてシラバスを作るというふうなことになってもいいかもしれないんだったら、今実際にやっているのがアメリカのサンディエゴがなんかやっている高校がすっごいぶっ飛んだ授業があって先生がいない。いや、せっかくにいるんだけど先生何にも指示しない。だから最初はみんなカオスが始まる。今日何するんだっけとか言って、でも先生黙って見てる。まあ、一応最後先生はブリーフィングしてくださるんですけども、あえて皆さんに何が起きるか黙って見てるだけっていう授業もある。そういうふうなのを考えると、その授業に拮抗する外部要因っていうのを、その今までの常識をじゃあ先生がいなきゃいけないとかっていうふうなのをまずその常識を見据えると。で今までの授業のやり方って基本的には大学が授業料をあなたたちから取って、で大学がやりやすいようにこういうふうにたくさんの人を教室に集めてやるっていうふうなのが、で最終的には学位を取るっていうのが常識ですよね、日本の場合は。その学位を取るっていうふうな常識を、学位をじゃあ学位を取ったからって言って就職につながらないようなことになったら大学の授業ってすごい変わってくるかもしれないわけですよね。その学位のための授業ではなくて、先生が教えるための授業ではなくて、生徒が本当に学生が学ぶための授業っていうふうな形になると、その授業のやり方とかテクノロジーの使い方も変わってくるかもしれないと。だからその誰のためにっていうのは、大学の授業を変えるのを大学のために大学の授業を変えて、より効率よくお金を儲けられるようにするためのイノベーションなのか、それとも学生の人が自分たちで授業を考えて、学生が授業な学びたいことを学んで将来仕事がうまくできるようにするための授業なのか、それとも学生が学生、それともその先生が教えたいことを教えられるようにするための授業のためのイノベーションなのか。だからその授業なんて必ずしも学生のために作られてるわけじゃないじゃん、今の常識っていうのは。座ってなきゃいけないとか立っちゃいけないとか音楽を聴いちゃいけないとか決まった時間に来なきゃいけないのかっていうのは、みんな大学のために授業っていうのは構成されてるわけ。授業のやり方っていうか大学の授業ビジネスっていうのは大学のためにあるんであって、学生のために作られているものではないと。
その常識っていうのをまず見据えて、それをチャレンジして、誰のためかっていうのを考え直させて、それをどういうふうにして実行することができるのかっていうふうなのを考えていくのがイノベーションの道筋になるわけですよね。だからこれからその山下先生が一番最初に言った人とイノベーションの関係っていうのは、このイノベーションっていうのが誰のためであるのかっていうのを常識にとらわれずに見直す。で、それを見直したところで、そのイノベーションっていうのを考え直す。で、やり方を考え直すっていうのが、イノベーションを作るためのすごく大きな鍵になるんじゃないかというふうに僕は思ってるというところで、授業を締めて質疑応答にをちょっとだけやって、はい、ありがとうございます。もうちょっと時間が迫ってきているので、あ、そうだ、前に置いてきたっけ。質問を少し拾いながらお話を聞きたいと思います。で、今日はイノベーションの話を小泉さんというのは言いにくいな、私いつも大さんと呼んでるんですけども、大さんに話をしてもらったんですが、もともと大さんがやってる、今日皆さんお話聞かれて分かったと思うんですけども、彼は割と中東の方ですが、アフリカとかっていう、まあ、かなりこの日本でいくとこの過酷な地域のところでやってきたんですけども、質問の中でもあったんですけど、文化が違う、もともと背景文化の違うところに対して、まあ、テクノロジーの進んでるか進んでないかという話はさることながら、そもそも文化も違うっていうところに対して、まあ、誰のためかって、これ住民のためじゃないですか、さっきのね、ニープロさんの方とか、あの時にどういうところが一番ハードル高くなりますか、文化の違いっていうのは。説明の時にやっぱりそれはバリアになっちゃうんですね。説得してこれ使ってくれっていう時に、文化の違いって大きなバリアになりました。なんかね、特に国際保健とか、僕がそのいわゆる国際保健とか国際開発っていうインターナショナルデベロップメントとか、そういうふうな分野にで仕事をずっとしてきてるわけですけど、国際保健とか社会学とかインターナショナルデベロップメントをやってる人って、それぞれの国がそれぞれ違うっていう、そのというか、その部族によって文化が違うとかっていうふうに言ってる特異性を強調する傾向にすごくある。ああ、はいはい、そのイディオシンクレシーというか、日本は日本独自の文化があってとか、はい、大阪と関西は関西の独自の文化があってとか岡山の文化は他の文化とか、その四国とは違うとかっていうふうな形で、その特異性を見極めて特異性に合わせて仕事をして、はい、しなきゃいけないとか、何か の, その行動変容するためのインターベンションを作らなきゃいけないとかっていうふうにとか、社会整備をしなきゃいけないっていうふうに言う人がすごく多いんですけど、うん、僕は全然そうは思わなくて、基本的にいくら文化が違っても 80% ぐらいとほとんど同じだと思うんですよ、ね、世界中ね、パキスタンにいようが、アフリカにいようが、どこにいようが、お姑さんの意見は強くて、お嫁さんの意見は弱く、なかなか聞いてもらえなくて、旦那さんはお姑さんの意見を聞くっていう風な古い環境っていうのはすごいあるわけだし、共通、意外と共通だし、それがどういう風な形で現れるかっていうのはちょっと違うかもしれないですけど、その根本にある 80% が同じだと思うんですね。で、その、で、だからその 80% が何かっていうのをよく考えて、その違いの 20% がそのこれからやろうとしていることにどれだけ影響するのかどうかっていうふうな見極めをするのがすごく大事、そこが難しいのであって、そこのことを詳しく知らなきゃいけないとかっていうふうなことが必ずしも僕の仕事に影響するかっていうと、そうじゃない。なんか僕が人類学者だったらそうじゃないんだと思うんですけど、人類学者だったらそこのことをよく知ることが仕事なので、調べることが仕事だから、それはそれで重要な仕事だと思うんですけど、僕みたいにそのシステム開発、システム、社会システムとか保険システムとか政策を考えるにあたっては、その 80-20 の見極めがの方が大事で、細かく知る必要っていうのは今までそんなに多くはなかったですね。ないと。それ多分すごくいいポイントだと思っていて、今ね、大さんおっしゃったように、細かい違いに対して、その違うんだということに対してスポットライト当てるんじゃなくて、ベースとして共通だというところをきちんと見極めるっていうのは多分重要だというのは、多分すごく大切なポイントだなと思います。で、次の質問がですね、インベンションやイノベーションする能力は才能ですか、
それとも努力で鍛えられますか？あ、トレーニングできる部分ってすごいあるんじゃないですかね。一つはビル・ゲイツとかそのスティーブ・ジョブスとか そういうふうなものすごい大金持ちになるんだったらいろんな環境がないといけないと思うんですけど、とか才能も必要な部分もあるだろうし、いろんなそういうふうなこともあると思うけど、ある程度のイノベーションをして、それからその新しいものを作ってうまくそれをこう社会に流してとか、そので自分で会社を立ち上げるとかっていうのは練習をしていくことによってかなりうまくできるようになっていくんじゃないかと。多分今の世の中の中でそういういろんなこの組み立てていくっていう方法の、その方法論的なものっていうのは結構割とこうこなれてきているので、ああいうのは多分そういうのを一回、マスターするって言ったら変だけど、基本のセオリーをちゃんと知った上で、繰り返していくと多分スキルは上がるかもしれないですね、その部分のね、ある程度できる。で、僕多分僕の仕事の一番大きな仕事の部分っていうのはですね、お金を取ってくるなんですけど、お金集めてくるね。お金を集めてくる。だって僕の今いるところは小さいって言っても年間110億円ぐらい集めなきゃいけないわけですよね。で、110億集めるんでだとすると、例えば僕の部門だったら年間3、40億ぐらい寄付とかで全部もらってこない。政府から、政府とか個人とかいろんな財団から集めてもらう。そうするとプロポーザルをいかにうまく書いて自分がやりたいことを訴えるかっていうのが大事になってくるんですけど、それってまさにトレーニングですよね。うまくその自分の新しく考えてることをうまくこう紙に書いて、なんでこれが必要で、これをすることによって何が良くなるかっていうのを書くのは完全にトレーニングの成果でですね、タレントではないっていうか才能ではないので、いかにそれを何回もやって失敗してそれを誰かに見てもらってっていうふうなことを繰り返すことによって、ある程度自慢ですけど僕最大で180億の契約取ったことがあるので、1回で一発のプレゼンで、一発で180億。え、何分間のプレゼン？2年間準備かかったんですけどでも一発一個の契約で180億をその売り物ではなくてこう寄付としてもらうっていうことが、今のその180億の大成功っていうやつの真反対で、今までやってきたプロジェクトとかなんかで、うわ、最大のこれはいわゆる失敗というか、もうたくさん、あ、いやそう、だからどれかどれか一個いっぱい失敗あるんですけどさっきのアメーバセキュリじゃなくてだプロジェクトとしてね、結構いろいろ失敗したなと思うことがあって、一つはパキスタンとかだとですね、ヨード塩欠乏症っていうのがすごい大きな病気なので、ヨードっていう、日本だと海藻の中にヨードが入ってるので、皆さんは全然ヨード欠乏してないんですけど、ヨードが欠乏すると甲状腺がだんだん腫れてきて、その甲状腺ホルモンができないので、ここにゴイターっていうこういうふうな大きなコブができて、でヨードがないとその汗が出ないとか、で甲状腺が機能してないので、その子供がちょっと頭が悪くなったり、生まれてくる子供がクレチンだったりとかっていう、いろんな影響が出てきてですね、西遊記っていう、なんか孫悟空っていう昔話知ってる人いると思うんですけど、多分みんな知ってると思う、はい、孫悟空の原点である西遊記とかにも、そのパキスタンにです、西遊記ってガンダーラを目指していくじゃないですか。孫悟空ってガンダーラの町っていうのはね、インドじゃなくてパキスタンにあったんですね。で、僕そのすぐ近くに住んでたんですけど、ガンダーラの遺跡のその楽園に、楽園じゃなかったですけどね、地獄のような。だって夏とかここより暑いんで、夏とかの気温45度とかになるんだもん。今日も結構こっちは暑かったですけど、ちょっと話がずれてます、はい、すいません。で、そこ、その養老園の中の話って、そういうふうなところにもすごい出てきてですね、あとマルコポーロって皆さん多分歴史で習ってると思うんですけど、マルコポーロが中国に行くまでにシルクロードをたどっていくところで、パキスタンにはこういうふうに首が2つある人がいるっていう記憶が出てるぐらい、その陽動炎欠乏っていうのがすごく多いんですね。で、女性はみんなこう、ここがこう腫れてる、フード病になっちゃう、90何パーセントぐらいの女性で、そういうふうなのがあってですね、でそれの治療っていうか予防は塩に陽動を混ぜる。日本の塩ってほとんど混ざってるんですけど、その
用土をちょっとだけ塩に混ぜてると、その塩を使うことによってその用土が取れて、だんだんこのあれも減るし用土も正常に戻るっていうので、僕はあの当時国連に勤めてたので用土塩を進めるっていう、用土を混ぜ塩に混ぜてそれを地元に流して売るっていうプロジェクトしたんですよ。それがそれのコマーシャルっていうかマーケティング、誰のためかっていうのを考えてテレビでこの用土塩を使いましょうっていうコマーシャルを流したんですけど、その最後にこの用土塩のコマーシャルはあのファミリープランニング、あ、じゃあファミリーヘルスプロジェクトがスポンサーしてますっていうのが流れたんですね。あ、はい、でパキスタンって基本的に家族計画っていうのが悪なの。それは宗教的な意味合いで、宗教的な意味合いで子供はたくさん作る、4人とか5人とか6人とか7人とか作るとかっていうのがあって、家族計画っていうのに非常に反対する人が多くてですね、そので家族計画のこと英語でファミリープランニングっていうんですけど、そのたまたまコマーシャルのスポンサーがファミリーヘルスっていう名前がついてたので、用土園も家族計画だというふうに誤解されて用土園反対運動が起こっちゃったんです、僕のコマーシャルのせいで。厳しいね。それで それまでに20だいたいマーケットの 25% にほとんどゼロから 20% ぐらいまでその用土園のシェアが伸びてたんですけど、うん、そのコマーシャルの後でその用土園反対運動で 1% になっちゃったっていうことがあって、そこから立ち直れなくてですね、その用土園運動がなかったということがあって、まあ、その見極めとよくその社会環境を理解してなかったためにそういうふうな失敗とか、あ、なるほど、そういうのたくさん、一つや二つじゃなくたくさん失敗してます。 はい、ありがとうございます。もう時間来てますのでですね、最後にですね、一個いきましょう。多分ちょっと今の質問にもね絡んでくるんですけれども、どっちがいいかな、ちょっと2つ聞いちゃいますよ。1個、発展途上国で活躍されたときに経験されたことの中で一番大変だったことは何ですか。一番大変だったこと、うん、あんまり大変じゃないっていうか、なんか面白いのって全然大変じゃなかったですね。なんかそういうふうなのは、なんかね、米を日本から輸入してもらしてたんだよね。なんか美味しい米が食べたくて、そしたら米の輸入してる途中の運んでる途中でネズミにその米が食われて、届いた米がネズミの小便の匂いがしたっていうのがすっごい辛く心の傷として残ってる。トラウマね、はい。じゃあですね、最後にね、穂積さんにとってキャリアを選択する際に最も大切な価値観や欲求は何ですか。僕にとってですね、キャリアはなんかこう天の采配というかですね、僕はあんまり実際に自分から応募してこのポジションというふうにしてキャリアが進んできたんじゃないんですね。なんとなくやってるとなんか面白そうなポジションの話が出て、でそれに移ってっていうふうな形でだらだらとこうなんか計画をしてこういうふうな形になったわけじゃないので、あんまりこうなんかラッキーみたいな、ハッピーゴーラッキーみたいな感じで、あんまりだから開発途上国もですね、なんか食べ物まずいとか下痢したとかっていうふうな、なんか細々とした不満とかですね、なんかいじめられたとかそういうふうなのはいろいろあるんですけど、まあでも基本的に面白かったので、やってたらなんかいろんな面白いオファーが来てキャリアがうまく進んでいったみたいな感じなので、ハッピーゴーラッキーっていうのが一番大事ハッピーゴーラッキーはい、ありがとうございます。最後に何かどうしても何か聞きたいというのは何かありますか。何でもいいですよ。どうもありがとう。大丈夫ですか。はい、ではですね、今日は第7回、そのイノベーションの中心に人があるという話でですね、穂積大陸さんの方でお話をいただきました。皆さんもう一度盛大な拍手でお礼の方お願いします。はい、これで今日第7回目の